では、今日は何を気をつけながらやりますか？バランスを取ることと、笑顔で踊ることと、ああ、いいですね。つま先と膝を伸ばすことを気をつけたいです。はい、わかりました。頑張ってください。はい。その時もやっぱりもう少し右足開いた方がいいね。もう少し5番ポジション見せる。そうです。長い足で。最後もう少しクリアして決めよう。膝しっかり伸ばして、顔を振り返る。ちょっと顔がのっこ、ちょっと待って待って、はい、ちょっと顔の振り返りがないような気がしますよ。落ち着いていきましょう。膝伸ばして振り返る。そう、振り返る、振り返るよ。膝伸ばして、はい、いいです。ちょっと待って、最後になるにつれてちょっと疲れちゃったような感じに見えちゃったんですけど、積極的にね、音取っていって顔を使って、いやちょっともう一回やってみようか、はい、うん、疲れないで疲れないで頑張って、音をよく聞いてね。振り返る、はい、行きましょう。しっかり膝張って、はい、よく頑張りました。ディアガナルで最後目回ってるよね、うん、だからちょっとごめんなさい、疲れたように見えちゃったのはそういうこともあるんだと思います、うん、しんどいよね。でもね、やっぱりね、先生見てると振り返りがやっぱり甘くなってると思うんですね、うん、なのでもう積極的にもう顔ってね、使っていくしかなくて、うん、で特にね、最後はもうちょっと落ち着いてできるかなと思うんですね。わかるかな、そこのところ、最後のところちょっと回転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 で、うん、そうだから、そこでちょっと音をもう少しよく聞いて、左足をプリエをちょっと長くしてごらん。例えば目が回ってたとしても、そう、そう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 、わかるかな、うん、やっぱりね、プリエって全て助けてくれるから、うん、そうやってやるとまたさらにちょっと良くなるかなと思います。そこのところもう一回音でやってみようかね、今分かったと思うので、うん、それだとね、絶対うまくいくから、はい、うん、よかったと思います。少しずつね、少しずつ頑張っていきましょう、はい、はい、よく頑張りました。ありがとうございました。はい、よく頑張ったよ。